加西臨海水族園公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。この動画では、2020年11月にオンラインで開催した海鳥講演会「つどえオロローン」の様子をご紹介します。葛西臨海水族園では、ここ海鳥の生態コーナーで海ガラスとエトピリカを展示しています。この展示を通して海鳥の魅力を伝えるとともに、いろいろな教育普及活動を通して 海鳥をを取り巻く現状を皆さんにお伝えしていますそして、葛西臨海水族園は、日本で唯一、海ガラスが繁殖する手売り島のある北海道羽幌町と2018年にパートナーシップ協定を結び、海鳥や海鳥が暮らすことのできる生息環境の保全、また地域振興に向けて、ともに活動しています。 その一環として毎年海鳥と暮らすために私たちができることをテーマとした講演会を開催しています2020年は婚格問題について取り上げました第1部では海鳥保全の専門家第2部では漁業者そして第3部では地元の皆さんのそれぞれの取り組みを学び考えてきました第3部の後半には 羽生町にある北海道海鳥センターのスタッフや桃園の海鳥飼育担当も加わって参加者の皆さんからの質問にお答えしたり議論を深めるオロロンフォーラムも開催しましたさてそれではお待たせしましたこれから海鳥講演会の様子をお届けしたいと思います えー、申し訳ないのですがこちらの録画の手違いで、えー、とこの後の動画海鳥センターの紹介から突然始まるような感じになってしまっています、えー、ご了承くださいそれではどうぞで海鳥センターの紹介なんですけど、えー、とこちらは環境省と羽幌町が、えー、共同で運営する施設になります えー、海鳥専門施設としては、えー、日本で唯一になりますで、えーまあ、環境省が主になんですけど天売島に生息する海鳥類の、まあ、保護活動を、えー、行ってますまた羽幌町の方は、えー、この海鳥センターを拠点として、えー、海鳥保護のための、えー、普及啓発とか情報発信とかそういった活動をしています、うんえー、はい。 ちょっと画面が動かなくなってしまったんですが、うんえー、っとですね、次の、あっ、はいあの、えーっと、こちら、海ガラスの保護活動の、あのー、様子になります。えー、っと手売の崖をですね、えー プロのクライマーさんに登ってもらってデコイというあの模型ですね、模型を設置してもらったりして、あの海ガラスがたくさん集まるように活動をしています。それからですね、えー、っとおそらくこの入室、ちょっと待ってくださいね。うん。 えっとちょっと画面が切り替わらなくなってしまいましてあはいえー、っとこちらが羽幌町が行っている、えー、普及啓発の様子の写真になります、えー、こんな形で、えー、普及啓発事業を行ってますで えとこれが今までの海鳥センターの活動なんですけど最近あの、海鳥センターの活動がどんどん広がってきてまして、えー、羽幌町で環境を守る基本計画というのを立てましたその環境を守る基本計画にのっとってこれからはですね海鳥だけではなくて地域の自然環境に対してのいろいろな活動をする拠点施設としていこうということになりました。 えそれで、今日あのこのあと高校生の話でもちょっと触れると思うんですがえ地域認証制度として羽幌シーバードフレンドリー認証制度これはえ海鳥とか地域をの自然環境を守る活動をまあしているような事業者さん,事業者さんをまあ応援しようというえ認証制度になります。 えー、環境保全も進めながら地域産業の振興もしていこうという、えー、認証制度です。えー、それからあの環境を守る基本計画の中ではあの一人一人が実践できる、えー、スローライフ計画なんていうのもあります。 それからプラスチックごみが今海洋汚染が進んでますので海岸清掃をあの町民に呼びかけて行ったりあとは人間が持ち込んだペットや外来種による影響ということで手売島で一時期増えましたあの野良猫を捕獲して島から出しまして人が飼えるようにならして飼い主を探すといった取り組みもしています。それからら観光利用による影響も減らしていいこうというと ところでえ交通リズムを推進したり、えそれから海鳥観察のルール作りなんていうのもあの行ったりしています。えー、こんなようなあの活動を、えー、しています。はい石岡さんありがとうございました。こうして水族園と海鳥センターをつなげるのも今回が初めての試みになります。どこにいても参加できるっていうのはオンラインのいいところですね。 実はえっ、ー、と参加者の皆さんも全国各地から聞いてくださっていると思うんですけれども、今カメラにこうイメカメラをオンにしてくださっている方の中で水族園に来たことがあるっていう方はいますか？あ,あ結構あ皆さんあありがとうございますありがとうございますはい <laughs> きっとあのそうですね全国から来てくださっているかと思うのであの。 なかなか水族園の海鳥の展示ご存じない方もいるかもしれませんが後ほど少しご紹介できればと思います。はい、ということで今皆さん画面の前にいる皆さんと一緒にこれ今日は海鳥のために私たちができることについてこれから一緒に考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。